どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。今回のテーマソングはですね、ドーン、小さな世界、 It's a small world。これはもうあれですよ。世界は狭い。あのね、もう地球、ちっちゃい地球、みんな生きてるんだ、僕たち、みたいな、そんなパワフルなディズニーのね、曲なんですけど、これはね、もう本当いいですよ。家族中でもうみんなで歌いたい曲ですね。はい。もちろん、この曲、ガズレレ YouTube チャンネルで過去2回取り上げてるんですけど、今回新たにさらにかっこよく、さらにわかりやすく、さらに簡単になって、2021年バージョンでもう一回やってみようと思います。いつものように2バージョン。まず最初のバージョンは初心者さんに向けたもう超シンプル簡単バージョンは、なんと入門コード3つだけでアレンジしました。これはですね、ウクレレ始めたばっかりの方もできるし、キッズもできますから、もういろんな人とね、もう今すぐセッション始めたいぐらいのシンプル簡単バージョンを最初にやります。後半はかっこいいバージョンです。もう軽やかなリズムで、コードもちょっと変わって、ちょっとおしゃれなコードも登場しますよ。はい。体を揺すってこうリズミカルにいけるようにかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽のってね、聴くの最高だけど、やる方がもっと最高なんですよ。今ご覧くださってるガズレレ YouTube ではですね、今まで音楽をやってみたかったけど、チャンスがなかったわとか、楽器一回やったんだけど、もう難しくて挫折しましたみたいな方が、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあります。このプログラムを今見て、全世界中の方がもうもりもり何万人も音楽始めてますよ。ガズレレチャンネル登録者の方も15万名を超えていただきまして、もう大活用されております。簡単ですから皆さんにもすぐできます。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼っておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触っているだけで、あっという間ですよ皆さん。YouTube 動画だから無料。今すぐ音楽始めましょう。ここからです。いってらっしゃい。クリック。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌えるようにしているガズレレレッスン動画と課題曲、すでに1600曲以上もアップロードされております。これからね、音楽どんどん聴くからやるに変えていきましょう。さあそれでは早速やっていきましょう。ディズニーのあの名曲、小さな世界、 It's a small world、 ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。世界中誰だって微笑めば仲良しさ、みんな輪になり手をつなごう、小さな世界、ましょう。世界は
の世界 It's a small world ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみました。いかがだったでしょうか。入門コード3つでできちゃうんですよね。これ嬉しいやつです。はい、ぜひとも皆さんモリモリ歌ってください。ただしね、今2番はですね、ちょっと冒険して英語の歌詞をちょっと持ってきたんですよ。英語の勉強にもちょっとね、ちょっとワンフレーズ入れるとかっこいいなと思って、ちょっと歌うの難しいですけどね。なんか最初はニャンニャン言うところから始まって歌を歌って、だんだんこの英語の練習に入っていくのもいいと思います。はい。ぜひやってみてください。まずですね、皆さん、最初の目標としては今のシンプル簡単バージョンのガズレレ YouTube 動画に合わせて一緒にやってみるのをやってみてください。歌詞とね、コード出てますから。それで一緒にできるようになった方、まずおめでとうございます。そこがファーストステップのゴールですからね。ここでももう十分楽しいんですけど、もしできるようになったら次のステップに行きましょう。次のステップは何かというと、今度はね、YouTube を見て一緒にやるんじゃなくて、皆さん、ご自身だけで、一人っきりでこう演奏してみるのをおすすめします。一人でメロディーと歌を歌って、リズムを生む。つまり音楽を自分一人だけでこう生み出すっていうのをね、やってみましょう。その時はですね、やっぱり楽譜がちょっと必要になるかなと思うんですよね。いずれ覚えちゃって、それこそ大空の下で暗記して歌いたいんですけど、まずは楽譜見て練習してするのがいいと思うんですよね。で、楽譜ってじゃあどこにあるんですかということなんですけど、安心してください。今はですね、ガズさん、このノートを見て、演奏して、今かもうちょっとじゃこれこんな風に写して、こんな風に書くのいかがですかってシェアしようと思うんですけど、今ものすごい便利なサービス始まってます。これ、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の小さな世界を含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大な数のストックの、ノート楽譜のストックの中から、皆さんがやってみたいな、もちろんそうだな、この曲っていう曲をですね、毎月5曲お手元にダウンロードしていただいて、すぐね、YouTube 動画と合わせて練習できるよという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいんですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがもう世界中からの参加で、テーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さんガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね。とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから。このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフ、みたいなね。まあ、これ面白い。二つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、ね、概要欄にこの二つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信しば、どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしといてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。2021年改訂版の小さな世界。It's a small world. はい、始めていきましょう。はい、ここ。まずここ、日本語って書いてありますけどね。ちょっとこの楽譜の特徴としては、下にくるっと囲ってるこれ。これね。これは後半やるかっこいいバージョンではこのコード使います。今、上の段のこの、これは、今やったシンプル簡単バージョンはこの上の段をやりましたということです。なんでかっこいいバージョンでちょっとコード変わってきますからね。はい、そこをちょっと確認した上で、一時停止でメモっていってください。これ一時停止でメモっていただくか、デモ演奏の時のテロップを一時停止してメモ書きしてもらうか、あとは先ほど紹介させてもらったガズクラブで、この楽譜そのものをダウンロードするっていうのもおすすめでございます。ひとまずこれ写しておくんで、書いて、楽譜作っていきましょう。楽譜、どのような形でもいいんでね、用意していきましょう。はい。ここまでがね、1番と日本語版でございます。で、ここからですよ。はい。英語版をちょっと足してみました。これ2番としてこんな感じでやってみましたということなんですけどね。で、ここはサビですね。ちょっとショートになってますけど。はい。ここら辺ちょっと英語ね、いっぱい言葉詰まってますね、これ。ちょっとね、英語の練習にもなるかもしれないんでね、チャレンジしてみてください。はい。ここがでサビですね。It's small world after all. こんな感じでございます。はい。
で、また最後に日本語でサビをちょっと足して終わったというのがガズレレオリジナルアレンジとなっております。はい、こんな感じね。はい、じゃあ出てくるコードを見てみましょう。今やったシンプル簡単バージョンはこの3つなんですよ。 C と F と G7 のこの3つで、これはめちゃくちゃ入門コードです。笑っちゃうぐらいの入門コードやったということですね。で、これはですね、ちょっと今日かっこいいバージョンで、まあここのね、かっこいいバージョンではここのコードも追加されるんですけど、ちょっとこれ2つは置いといて、この C7 っていうやつも入門コードのグループなんですよ。今映ってる4つはですね、これもうほんと見たらわかるけどめちゃくちゃ簡単なやつなんですけど、ちょっと今日は特別にシェアさせてもらいたいものがあります。これです、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードってのは何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループがあるんです。10個もあるのかと思いますけどね、この10個覚えておいたら本当に助かることばっかりなんで、ちょっとお時間あるときにこの10個のコードをマスターしてみましょう。でもね、10個もあるかと思うと思うんですけど、1個ずつ見たら入門コードなんでめちゃくちゃ簡単なんですよ。だけど10個いっぺんに覚えようと思うと、もう頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう動画を撮ってます。ここにちょっとリンク貼ってますんで、ちょっとね、時間あるときやってみてください。今日その中の4つが出てきます。 C と F と G7 というのはもうめちゃくちゃもう初心者レッスンでも一番最初に覚えるコードですかね。そこに今 C7 というコードなんですけど、まあ他にもあと6個ぐらいなんでね、流れで覚えちゃうのがおすすめいたしますと。はい、今のはシンプル簡単バージョンはですね、今の3つのコードを使ってゆっくりと弾いて歌ったということなんですけれども、これからかっこいいバージョンの解説に入っていく前に、いつもこのタイミングで言ってるんですけれども、これ歌の練習をね、今の4つ弾きのゆっくりバージョンでしっかり覚えておくっていうのはいいと思います。これ日本語のところはね、これ結構簡単な曲だと思うんですけど、英語のところはですね、やっぱりこういうのゆっくり、まずこのタイミングを測りながら英語の練習をしながら歌うっていうのを確認しといた方がいいと思います。で、ちょっとこう安定してきて、なんとなく歌が飲み込めたところでかっこいいバージョンの練習に入っていくのをおすすめしたいと思います。じゃあかっこいいバージョン、ここから解説入っていきまーす。はい、かっこいいバージョンはね、あと2つ。コードを追加します。まずこれ G です。この G というコードはですね、押さえる場所を確認するとこことこことここなんですね。この G っていうのはガズレレではこっちの G7 によく置き換えちゃうんですけど、今日はね G から G7 っていうコード進行出てくるんで、これ G から G7 ちょっと押さえづらいですけど、まずは G の確認。まずね、3弦の2フレット人差し指、中指が1弦の2フレットで、薬指が2弦の3フレット、こんな風に押さえるのがガズをおすすめしているんですけど、もちろんこれでもいいですよ。1、2、3弦の2フレットビチャッとこう押さえちゃって、ここちょいと立てる、同じですからね、押さえられてる。はいはい、この G というコードを使います。さっきも言ったみたいに G から G7 というコードが出てくるんで、そうするとちょっと見てもらうと G から G7 一瞬でこのね、フォームを変えるのをちょっと練習するのが必要になってきます。はい。で、あともう一個のコードはこれですね。F マイナー。これは初心者の方が最も、つかかっちゃう、ちょっと難しいコード。押さえる場所、ここと、ここと、ここの3箇所。こんな風に押さえるのが教科書通りなんですけど、いつも言ってるように、ガズはこの4弦の1フレットの部分を親指でギュッと押さえちゃいます。これね、どっちでもいいですよ。押さえやすい方でいいです。人差し指で押さえたいなって人は手首を前に。親指で押さえたいなとしたら逆に手首を上にみたいな感じでちょっと試していただいて、どっちが弾きやすい方でいいと思います。どっちにしてもね、そんな弾きやすいコードではないということで、まあちょっと難しいコードというふうに分類されております。このね、2つのコードと C7、かっこいいバージョンで追加して、さっきのかっこいいバージョンプラスだから全部で、から今日6個のコードでこの曲やってみようと思います。はい、次は弾き方の解説なんですけど、これはですね、もうシンプルに軽やかにこの弾き方ドン、8ビートのチャという弾き方、これはね、この曲にぴったりだと思います。元気もりもりパワフルな感じです。ちょっと弾いてみると、元気でしょ。軽やかに体をこうぐんぐん揺らしてパワフルにやっていきましょう。この8ビートのチャの弾き方の解説はここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードされておりますので、そこをじっくり見て、何回も見てちょっと練習してください。このリズムってね、一番音楽やるでね、深いところなんですよね。地味なんですけど、やっぱリズムすごく大事です。で、まずこのリズムは、チャが入らない、8ビートというリズムが基本になってますから、まあそこの動画でも説明していますけど、まず最初8ビートはこうです。これができるようになったら、チャを入れます。このチャが打楽器の役割を果たして、ドッタとツッドッタ。はい。これでまたね、こうリズム感が増すんで、こうグルーヴ感が出る。まあこうノリが良くなるということですね。はい。この8ビートのチャで、全体的にこうやっていきますと。はい。で、この曲なんですけど、本当に、何にもこう、なんていうのかな、
決めとかないんですよ。シンプルに最初から最後までも突き抜けましょう。ただ、ちょっとコードがずらずら並ぶところがあるんで、ここのところみんなそれぞれ助け合うのところちょっと練習してみましょうか。C から C7F から Fマイナーみたいな。こんな風にスイスイ結構テンポもね、かっこいいバージョンで早いので、落ち着いて、もう一回。ねこの辺ね、ちょっとね、早いでしょ。あとさっきも出てきた G から G7、最初のところ。世界中誰 G から、おい G7。この G から G7 もちょっと練習が必要かもしれませんけど、まあそのぐらいですね。コードチェンジだけが、唯一このまあ、ポイントになるところということで、あとはリズムキープ。体揺らして、ノリノリで元気いっぱいに、もう、It's a small world。もう地球はちっちゃいからみんなね、もう地球は一つだぞみたいな。みんな仲良しだ、それでいきたいと思います。はい。まあ、この曲やっぱ元気もりもりで歌うのがいいと思います。歌詞をですね、こう、あえて読もう読もうとしなくても、歌ってるだけでこう、言葉入ってきちゃうような曲なんでね。はい。あらゆる世代で、おっきな声で歌っていきましょう。それではやっていきましょう。It's a small world. 小さな世界ガズレレ流かっこいいバージョン。やってみる !1、2、1、2。世界中誰だって、思えば仲良しさ。泣いてをつなごう小さな世界、世界中どこだって笑いあり涙あり、みんなそれぞれ助け合う小さな世界、世界は狭い、世界は同じ、It's a small world. ガズレレ流かっこいいバージョンやってみます。かっこいいバージョンだとこれ8ビートのチャのリズムになるとさらにこうなっちゃうから元気モリモリみたいな感じがこう出るかなと思います。なんでちょっとコードちょっとね難しかったらシンプル簡単バージョンのコードでリズムだけ8ビートのチャにするとかいろいろ皆さん応用を聞かせていただいてね、楽しんでいただければというふうに思います。はい、そしてお知らせなんですけど、ただいまガズのわがままウクレレとこのウスレレと、セミオーダーウクレレとガズの初めてウクレレ、初めてウクレレは即販売ですね。あと、わがままウクレレと、ウスレレと、セミオーダーは、予約注文、ただいま再開中でございます。ちょっとご興味ある方、ここにちょっとリンク貼っときますんで、ぜひぜひぜひ、ここ見に行ってください。こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これ、ウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる。これね、コンサートサイズまで入るウクレレケースで、これね、リュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついて、横にも持てるんですよ。で、開けると、こういう風になってて、こう、楽器用のね、分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つ付いてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね、譜面台も入ります。これを使って、こう、中でね、こう動くの防止、防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの 大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしといてください。あと引き続きまして、この本。リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5000部の突破のもので、大ヒット上位になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしといてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、
夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですけど、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいねガズレレグッズでさらに楽しいウクレレライフお楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。